はい、おはようございます。本日は2024年9月の2日、月曜日になります。長かったねアメリカの旅というのが、今日これで終わりで、今日これからホノルル経由で、成田の方に戻ると、いうことになります。でホテルの風景ですね、これで、このアウトリガーも見納めとなります。ただ残念ながらもうドタバタドタバタのこの旅行で、かなりねぶつ切れな、動画になってしまっちゃってると。ちょっとそれぞれの回テロップで注釈お詫びを入れてると思うんですけど、みんなでディナーしたりなんかいろいろあってそういった風景がちょっと撮れなかったりね、あと悔いが残るのは、ホテルの中の紹介がですねちょっとうまく撮れなくて、お蔵入りになってしまったっていうのがあってですね、まあちょっと事情があってですね、そういうこともあってちょっと、飛び飛び感満載なそんな、動画何本かになってしまったんじゃないかなというふうに思います。でちょっと長くてねもう編集が全然追いつかなくて、日本家に帰ってからね編集を始めていかなきゃとは思うんだけど、まあちょっとどれぐらいね記憶も結構薄くなってるところもあって、綺麗にどう編集できるかっていうのがちょっと課題になるんですけど、まあ、とにかく今日はこれから成田の方に帰ろうかなと思います。そしてこれが我々が借りたレンタカーですね、かなり活躍してくれたんですけどもうこれともおさらばということですね。無事レンタカーハーツに返しに来れました。この車も、長いドライブに耐えてくれて結果的にね、コーナーから疲労2往復以上かなしたんだけど給油することもなく、ほぼほぼカラカラの状態で、過ごすことができました。今回はまあ都市部でしか使わないっていうドライブだったんで、まあね、給油しなくて、まあ、ギリギリになったら入れればいいかでよかったんですけど、まあ、アメリカの場合ね特に荒野とかを走る場合には早め早めの給油っていうのが必須になるんでね、そこだけは本来は注意というところだったのかもしれません。はい、コナ空港に到着です。行きはね暗くて全然見えなかったんですけど、こういう壁のないそのまま野ざらし状態で屋根だけあってっていうそんな空港なんですね。でもこれでも最近改装されたばかりで、少し前までは、もうちょっと古い感じの空港だったというふうにガイドさんからは聞きました。現在7時なんですけど乗るのは、HA167 便9時1分発ホノルル行きですね。でその後だいたい3時間ぐらいかなの、間を空けて、成田便 ANA に乗ると、いうことになります。でホノルル空港で ANA のチェックインカウンターが開くのは多分3時間前ぐらいだと思うので、まあ、乗り継ぎとしてはベストなタイミングと、言ったような感じですかね。でホノルル空港ね、まあ、全然何も見れてないしお土産も一部買いたい人もいるかもしれないんで、まあ、買い物をして、ANA 便に乗れればいいかなと。で ANA 便は全然ガラガラで今のところ、窓側席3席独占だというふうにはシートマップ上にはなってるんでね、独占できることを楽しみに、しておきたいかなとは思います。マッチ行列の先頭はちゃんとビーチサンダルでマークになってるのがハワイらしいという感じですかね。荷物も預け終わったんで、実際に出発ゲート方面に向かいたいと思いますが、まあ間違いなく何もないと思う。ああもうここでセキュリティチェックですね。だから、セキュリティチェックの前のロビーは存在しない空港ですねこれは。わすごいな。ということで、飛行機に用のない人でこうどっかでレストランで食事したり待ったりっていうことがどうもできない空港のようです。はい、セキュリティチェックを受けた後も基本は屋外ということですね。このコナエリアは基本的には、雨が少ないと、
そういうエリアなんで、まあ、そういうことが大大前提という空港で、すごくいいですよね。まあそんな長期で滞在する、わけでもないのでね、空港内はこういうふうにちょっと、ハワイ島らしいそんな空港になっているのはとてもとても最高じゃないかなというふうには思います。まあ、とはいながらね、昨日の夜とか大雨で、まあ、スコールだと思うんですけどね、結構大変だったりもしたんで、そういった時にはこういった空港って果たしてどうなってんだろうなんていう気はしますけど、まあにしてももう南国感満載ないい空港ですね。朝まだ早いんでオープンはまだしてないですけど、ギフトショップがあって、でレストランというか、まあ実は売店ですかね、食べ物が置いている売店が存在するようですね。ちょっと中見てみます。水が4ドルから5ドルぐらい、そしてこの甘いだけのスターバックスが6ドル、やばいよね。でもしばらくはアメリカとおさらば日本の安くて美味しいものに戻れるのがちょっと嬉しかったりもしますけど、帰るのも名残惜しいです。ハワイ島粉といえば粉コーヒーなんで、たくさんのね、コーヒーが売店で売られてる感じかな。とは言いながらこれどれがどういう味なのかさっぱわかんないんで、噛んで買うしかないと思うんですけどね。もちろん搭乗ゲートも屋外、ちょこんと屋根があるだけですね。で、待合所ですね。適切な言葉は浮かばないですけど、待合所もこんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと係の人も日本人で日本語でしたね。やっとこれで旅も本当の本当の終わり。これからワフ島ね、ホノルルへと、移動していきます。機材は行きと同じボーイング717ですね、小型機になります。で、帰りの便は、窓側を取れてるんでね、少し綺麗な風景が撮れるんじゃないかなというふうに思います。シートは 22A ですね。行きのフライトではあまり説明できなかったですけど、ボーイング717の座席は、まあ、私はちっちゃいんで平気ですけど、大きな人にとってはね結構辛いんじゃないかなと思います。そしてテーブルも超最低限な、テーブル、私の手の長さ、手のひらの長さにも足りないぐらいの、そんな、テーブルです。で、外は今回は窓側なんで、ちょっとね羽の上ではあるんですけど、離陸の風景ね綺麗なのを撮れるんじゃないかなというふうに期待してます。アメリカの飛行機も大きめの荷物を手荷物で持ってくることが多いようでパンパンですね。で、一つ言い忘れましたけど、このコナ空港ね、外には JAL の文字も見えて、 JAL は直行便をこのハワイ島まで出してるんですかね。こんなね、田舎が満載の空港なんですけど、まあ、ちゃんと国際空港で、日本から直行便も出てると、しかも日系 JAL ですねが出してるというのは結構すごいことかなというふうには思います。まもなくフライトです。
Thank you. Thank you. いや、あっという間にホノルル空港へ到着です。もうね、離陸した瞬間飲み物配って、その後着陸と、まあ、言ったようなそんなフライトですね。とはいえ、俺も離陸した後はちょっとそのまま気を失って気づいたら、着陸寸前なんで慌ててカメラを回したというそんな、感じです。で、今が9時44分で、次の、全日空 NH 便が1時なんで、ちょっとね、最後のアメリカの食事何か食べて、行きたいかなと思います。ホノルル空港も中庭みたいなのがあってすごく綺麗な造りですね。ちょっと、これからバゲージクレームに向かって、全日空のカウンターに行き、荷物を預け直すということになります。離島からの、フライトに関してはもうまとめてどの便とは関係なく、バゲージクレーム7番と、いうことのようです。なんでこれ分かんないと、もうずっとバゲージクレームどこだって探すことになるということですね。で、まあ、そもそもネイバーアイランドって何っていうのも、分かんないような状態だったらもう相当悩むと思います。まあ聞けばね、すぐに係の人が7番だよっていう風に教えてくれると思うんですけどね。まあ、とはいえ、なかなか最初どこに行っていいか分かんない状況がついたということですね。ちゃんとここにバゲッジアライビングフロムコナーヒロ等々、固定の看板で書かれてますね。さすが ANA、 たくさんカウンターがあってスムーズに、搭乗開始できそうです。はい、保安チェックも受けて制限エリアに入ってきました。ちょっと組み合わせ的に今日の旅ですね、ラウンジに全員が入ることができそうにないので、少しいい食べ物屋さんがあればそこで食べ物よしと、いうことを考えてますけど、今ちょっとマップとかそういうのがないんでね、どういうレストランがあるのかもしくはないのかが誰も分かっていないというそんな感じでございます。アメリカでの最後の食事はロコモコ丼ですね。丼じゃないか、プレートです。特にこれマヨネーズ強いというか、みんなでね、ロコモコプレートを食べて、この旅は一旦終わりと、まあ、同じ便で、ほとんどのメンバーが同じ便で、成田に帰るんですけどね、まあ、ですけど、一旦解散ということになりました。で、この後少しだけね、この、ホノルル空港制限エリア内を少し歩いて、で、さらに少しだけ、ラウンジに寄って、見たいかなというふうには思います。で、特にね、お土産とかは買う予定は全くないので、なんか、とにかく見るだけということになるかなとは思いますけど、どうかな、なんかいいのあったら買うかもしれないですけど。あ、しかもちょっとこっち行きましょうか。何度か、複数の動画の中で言ってはきましたけど、今日乗る飛行機は A380 で、目の前にもう止まってますね。しかも JAL 機が目の前に止まっていて、わあ、ここすごくいい撮影スポットじゃないですか。ここ最高ですよ。目の前 JAL 機、そして奥には ANA 機がいます。今回のね、旅の動画最終的に何本に分けてお送りするかまだ決めてないんですけど、まあ、今回もいろいろ撮影的にはいろいろありましたね。旅の仲間と旅行している関係もあって、ちょっとね、いきなり撮影する場所が飛んでたりだとか、肝心な場所が撮影するのがちょっと忘れていたりとか、そういったようなことは、ちょっとご了承いただければ、まあいいかなというふうには思ってます。
で、そんな中で一つだけ機材に不良があって、外部マイク、Zoom の F2 という外部マイクを使って、基本的には、撮影、音声部分ですね、録音してるんですけども、ちょっとこの F2 がちょっと調子悪くて、マイクを挿しているプラグがちょっとガバガバになってしまって、簡単にこう抜けてしまうような、感じになっちゃってます。で、録音した音声すべてを確認したわけじゃないんですけど、まあ、一応ね、音は、取れてそうなんで、まあそれはなんとか、送りできるんじゃないかなと思うんですけど、途中でちょっとノイズが入ったりとか、途中でプラグが譲るんで、音が取れてなくって、まあ、仕方なく、このアクション2もしくは iPhone の内蔵マイクを利用するといったこともちょっと編集してみると、あるかもしれないですね。なんでちょっとそこはね、もう壊れてしまったものはしょうがないんで、次どうしようか考えようかなとは思うんですけど、まあ、今回の旅で間に合わなかった、DJI のアクション5ですね、まもなく発売になるはずなので、そのアクション5が出たら、同じように、まあ、多分組み合わせは抜群であろう、DJI のマイク2こちらも合わせて買って、まあ、そちらの運用に切り替えようかなという気はしてます。で、とはいえね、ちょっといつアクション5が発売になるか分かんないんで、その間もねちょっと山にも行きたいっていうところもあって、どうしようかなというのはちょっと考えている途中であったりはします。特にね見るものもないので、このまま C4 ゲートのそばにある、ANA ラウンジに行こうと思います。で、 C ゲートに関しては目の前スタバ見えますけど、あまりレストランとかもない感じだと思うので、それよりも手前でね用事があるのならば済ませておく必要性があるのかなというふうには思います。と思ったら C 側にもちゃんとレストランがありましたね。しかも広いんでちょっといい感じかな。でももう目の前に ANA ラウンジ見えるんで、そこで休憩ですね。ANA ラウンジものすごく広いですね。結構な人で賑わってます。ミールはとても種類が揃っていて、定番のカレーからおうどんも、食べられますね。ちょっと後で少し食べようかな。はい、12時6分ですね。搭乗開始は12時20分なんで15分前ということで、ラウンジから出て今搭乗ゲートへ向かっているというところです。で、搭乗口は C9 ということで一番遠そうなんでね、ゆっくり歩きながら、搭乗ゲートへ向かいたいというふうに思います。で、ね、繰り返しになりますけど、A380 多分一生で初めてでかつ最後になるかなというふうには思ってるんですけど、巨大な飛行機なんでね、楽しみにしたいというふうには思います。あ、で、フライト自体は私が見る限りまだガラガラで、3席独占になるかなというふうに思ってるんでね、離陸の風景も含め、成田に到着するまで快適にね、旅ができるというふうになるかなと思います。初めて380を間近で見ますけど、悪烈にでかいですね。これまでの777とは全然違うでかさを感じることができます。ありがとうございます。はい、それじゃあね、
初380、今日は 40H ですねの登場になります。じゃーん、ここですね、 40H です。さすが新しい機材ということでモニターはかなり大きいですね。シートピッチも実はタブレットということです。ただ1個気になった、大丈夫ですね、コンセントは、足元の前側にそれぞれの席についている形ですね。で、繰り返しになりますけど、今日は3席独占できるだろうということで、一応予約上は H なんですけど、窓が確保できるかなというふうに思います。はい、無事ドアが閉まって3席独占決定確定です。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board。 機内の安全についてご案内します。必ずご覧ください。非常口は飛行機の左右両側にあります。お近くの非常口をお確かめください。 Dear passengers, please make sure that your seatbelts are securely fastened. Thank you. 皆様、お入れといたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様、お連れのお客様はお子様をしっかりお抱きください。一人でお座りのお子様の誰かもお確かめください。I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day.内食はキーマカレーのようですね。3席独占できているということなんで、こうやってね足を伸ばして、全然平気と私は身長が低いんでね、特に横になっても全然問題ないような広さです。で、まあ A380 といえばカウチシートですよね。一番ね、1階席の一番後ろが貸し切れるというか、すべて占有できると、お金払えばねっていう、まあそういうシートがあるんですけど、まあそれに比べるとね、全然寝苦しいといえば寝苦しいんですけど、十分、一席分の料金で、快適に、旅ができるという、そんな、混雑状況ですね。で、まあさすがに夏休み期間中は、この便かなり混み合ってるんじゃないかなというふうに思いますけど、もう夏休み終わってね、家族連れといったものはかなり少なくなってるんで、これぐらいの搭乗率なんだろうなというふうには思ってます。うっかり少し食べてしまったんですけど、機内食2回目軽食ですねが、ボックスの形で出てきてますね。で、パンというかサンドイッチ、そしてヨーグルトですね、それとクッキーかなが
2食目軽食というふうになります。そしてホットコーヒーですねもいただきました。フライトマップを見てみると、今私が乗っている、飛行機と同じカラーオレンジ色をちゃんとしてるんですね。これ何号機で名前何だったかな、ちょっと後で調べていきたいと思いますけど、あと1時間15分ですね。で、日本に成田空港に到着と、いうことになりそうです。肉製品、また機内でお配りしたお食事を持ち込むことはできませんのでご注意ください。はい、成田空港到着しました。長かったね、アメリカ旅行も正真正銘これで終わりと、いうことになりますね。はい、で A380 はかなり快適でしたね。結構ガラガラで、3席独占が、できたので、満足したフライトとなります。で、まあね、380はかなり多くの客席数があるということなんで、まあ、ガラガラということなんですけども、減便がねもう決まっているということなんで、この後からはねこれほど、空いている状態でのフライトっていうのはなかなかないんじゃないかなというふうには思います。で、ね、もう旅はこれで終わりということなんで、またこれからね秋にかけて紅葉シーズンが始まると、いうことになるので、山の動画ねをまた復活ということにしていきたいかなというふうに思います。まあ、そのためにはねちょっとこの動画、かなりの動画を撮ったのでうまく、まとめなきゃいけないかなと、編集作業が待ってるんでちょっとそれは億劫なんですけどね、可能な限りいいペースで、動画をアップしていきたいかなというふうには思います。はい、この動画いかがだったでしょうか。よかったよという方がいれば、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。はい、おはようございます。今日は8月31日、何曜日だ、土曜日ですね。昨日ねラスベガスから、ハワイ島までやってきて、遅延とかねもろもろいっぱいあって、たどり着いたのがもう夜中というか夜遅い時間帯と、いうことなんで、ハワイ島のね風景は全然見ることができなかったんですけど、朝来てみるといやもうこの風景ですよ。ホテルの目の前は海、そして下にはプールというそんな、立地条件でした。ちょっとね、そもそもホテルの、構造がどうなっているのかっていうのが理解できてない中でちょっとね軽くまず歩いてみたいかなというふうには思います。はい、で昨日ね、到着した時もそんなに暖かくなくて、むしろちょっとだけもう気持ち、肌寒いかなっていうぐらいのそんな気温だったんですけど、まあ、肌寒いっていうと寒く感じちゃうんですけど暖かくはない。で今日、朝に関しても、それほど暖かくないというか、むしろちょっと涼しいというか、まあ、気温はね昼に向けて上がるんでしょうけど、そんな朝です。もう超快適ですね。ちょっと喉が渇いて朝起きてみてもう日が上がってたんでね、
ちょっと窓開けて見てみるとこの海の風景が目の前に広がってたんで、もう目がパッと覚めて、まあそれでちょっとね、顔だけ洗って、まずは飛び出たと、いうことになるんですけど、いやー最高ですね。これ後でプールに行こうかな。うん、最高の風景ですね。いやーこれは最高だ。あー、これなんて言うんだろう、少し離れたところにはビラっていうんですかね、それぞれ独立している建物っていうんですかね、かなり高級な、建物というか宿泊費になると思うんですけど、そういうのもあるようですね。ホテル自体は複数の棟に、分かれているというか複数の棟が存在する形になり、それぞれの目の前に見えるかなプールがある形ですね。なので、好きなプールを選んで入ってねと、近いところがいいのか、こうやって海の見渡しがいいところにがいいのか、それはお任せするよということですかね。いやー、でそしてすいません、もうこれちょっと感動というか、私の毎年、ラスベガスで夏の出張をしているということだったんですけどね、まあ、同僚と毎年毎年どこかアメリカのどこかをこう旅行する形で回ってるんですけど、いつもはアメリカの荒野を、爆走するようなツアーだとか、まあそういった場合だと宿泊するのはまあモーテルみたいなところですよね。それほど高くない、ホテルに泊まって、まあどうせ寝るだけですからね、それでというまあそういうツアーが多かったんです。で今回初めてリゾート地でリゾートホテルに泊まると、いうことなんで、ちょっと普段我々が旅行するようなものではないところを来ているので、少し感動している感じかな。家族と来ればそれはそれで、喜んでもらえるようなそんなホテルなんじゃないかなと思いながらも、まあ、かなり高額であるのは間違いないので、本当にこんなとこに家族と来れるのかな、嫁さんと2人だけだったら来れる可能性はなきにしもあらずと、ちょっと家族全員ってなったらちょっと一食一食何か食べるのにもドキドキしちゃうような、そんなハワイ島なのかもしれないですけど、まあでもね、家族と来てちょっとのんびりね何日間か過ごすっていうのはものすごくいい環境ですね。はい、でまだね全然起きたてで、景色に驚いてもうパッと目が覚めて飛び起きて出てきただけなんであれですけど、ちょっとまだ起きたてモードですね顔が。で今日はこれからですね、広場の方に向かおうかなというふうに思います。で広場まで行く間に、朝ごはんを食べて、まあ、ちょっとね広の周りを観光してお昼ぐらいに帰ってき、午後からまたねこのホテルの中にでも散策しながらプールも入って、満喫したいかなというふうには思います。でまあまだ朝7時なんですけど、全然人いないですね。こんな混んでないのかな、ちょっとわかんないんですけどね、誰もこう散歩したりちょっとランニングしたりっていうことはないですね。でここにさっきから何匹かリスのような動物が、見えたんですけど、なんだろうな、どっかいないかな。あ、いた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 、あ、いた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 、いっぱいいますよ。なんだこれ、ちょっと iPhone で撮れるかな。ホテル自体はそんなに大きい感じではないのかな。ホテルのエリアには、特別ね、広くて困るという感じではないですが、まあ、先ほど少し遠くにビラとか見えたかなと思うんですけど、それも多分アウトリガーなんですよね。だからそっちの方も含めるとかなり広大と
いうことになります。あのホテルのいわゆる客室に泊まってプール使ってっていう分には、まあ、比較的コンパクトなね、作りになっているのかなという気はしますね。でちょっとヴィラの方行けたら行ってみようかな。歩いて行けるのかな、ちょっと距離感がわからないんであれですけど、ちょっとこれから行ってみようかなと思います。唯一このホテルで残念だなと思うのは、どうもビーチはなさそうですね。プールで楽しめと、まあ、言ったようなホテルかなと。ビーチはそもそもハワイ島って少ないんですかね。火山が噴火して溶岩でゴツゴツな岩場みたいなのしか存在しないのかな、ちょっとわかんないんですけどね。なんで子供が海で遊びたいよというのにはちょっと適さないというかない。あと、あ、そうだそうだ、あのグアムのねホテルとか行くと必ずあの子供が遊べるようなウォータースライダーだとかそういったのがあるんですけど、そういった設備は存在しないです。あの普通のプールのみと、いうことのようですね。